中日ドアラ30年前と比べて激変する。名古屋新サービスドアラくんが待ってるよ。1994年3月28日付、今季の開幕戦から主催試合にドアラと名付けたぬいぐるみのマスコットを登場させると発表した。また全選手の写真入りサインカードの配布やカラーサインボールを毎試合前に選手がスタンドに投げ入れるなどのファンサービスも始める。30周年記念本も結構突っ込んだこと書いてあってくさ。これは整形してますね。途中金色になったり割と最近緑色になったり忙しいよね。この間 ONE で特集見た時、ドアラは初期ドアラのこと赤ちゃんですね、可愛いですねって言ってたな。ショウドアラのぬいぐるみ完全なるおっさんでくさ。まあ30年経てば年取るよ。なんなら一時に足りなかったか。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。